ご紹介ありがとうございます。九州大学の山西と申します。今日はこのような発表の機会をいただきありがとうございます。血液データベースを用いた AI 創薬というタイトルで発表させていただきます。最近、新しい薬を生み出すのが非常に難しくなってきています。薬の開発コストは平均1000億円、最低でも10年以上かかるというふうに言われています。あとほとんどがご失敗に終わってしまいます。理由はいろいろあるんですけれども、体内動態が悪いとか、いいものをデザインできたとしても大量生産が難しいとか、動物ではうまくいくんだけれども、人では有効性が不十分とか、臨床試験までいったとしても、想定外の深刻な毒性が出てきて、頓挫するというケースがほとんどかと思います。実際、コストは年々増加するのに対して、承認された新薬の数は減少傾向にあります。そこで最近、ドラッグリポジショニングと呼ばれる創薬戦略が注目を浴びています。これ何かというと、現場ですでに使われている承認薬とか、過去に医薬品開発に失敗に終わった化合物の新しい効能を発見して、本来とは別の疾患の薬として開発しようというアプローチになります。既存薬ですので、人での安全性とか、体内動態というのは確認されていますし、製造方法も確立しています。ですので、高速で、低コストで、低リスクな創薬が可能になります。こういう医薬品開発の流れを比べていると、従来のもの、つまり王道のやり方ですけれども、非常にいろいろな、多くのプロセスがあるわけで、完成までの道のりは非常に長いです。ただ、ドラッグリポジショニングの場合は、この中盤の工程をスキップすることができます。ですので、有望な薬さえ見つけることができれば、一気に人でその効果を確かめることができる。ということが可能になり、より早く、安く、必要な薬を患者さんに届けることができるのが特徴かと思います。ただ、薬の適用拡大という考え方自体が新しいわけではありません。過去にもいくつかの成功例があります。例えば、有名な例ですと、シルデナフィルという薬があります。多分バイアグラという名前の方が皆さんよく耳にすると思うんですけれども、これもともと狭心症の薬として開発されたんですけれども、現在では男性機能障害の薬として使われています。またごく最近、希少疾患の一つである肺高血圧症の薬としても認可されています。もう一つの例として、ミノキシジルという薬があります。薬局に行くと、リアップとかロゲインという名前で売られているものですけれども、これもともと高血圧の薬として開発されていたんですけれども、現在では発毛薬として使われています。このように1粒で2度おいしい、3度おいしい、より多くの患者さんを助けることができるということにつながります。ただ、問題点として、これまでの成功例というのは、偶然の発見に大きく依存していました。たまたまそういう想定外の効果が見つかったというものがほとんどです。そこで本研究では、先に大量に生み出されてきた医薬物データに基づくドラッグリポジショニングというものを提案しています。薬、低分子化合物、遺伝子、タンパク疾患に関する膨大なデータが手に入るようになってきました。これを有効活用してやろうというわけです。ここで私は結局をフル活用しています。薬のデータに関しては、化学構造とか治療標的とか基地の効能などを結局ドラッグから取っていて、低分子化合物の情報とかも、化学構造の情報とか、相互作用の情報とかを結構コンパウンドとか、ブライトとかから取っています。遺伝子やタンパクの配列情報とか、モチーフ、パスウェイ、相互作用、分子機能などの情報は、結局 G2 とかパスウェイ、結局パスウェイから取ってますし、疾患に関する病原遺伝子とか、環境因子、バイオマーカー、パスウェイ情報などは結局ディジーズデータですから取っています。結構ヘビーユーザーだと思います。では、このようなデータを用いて、ドラッグリポジショニングを行うためのAI 手法の開発を行っています。このドラッグリポジショニングでは、薬と病気の関係性を予測するということが目的になりますので、それを実現するための人工知能の基盤技術である機械学習のアルゴリズムの開発を行っています。薬がたくさんあって、病気がたくさんあって、すでに知られている効果があるわけですね。で、ここではそういうデータをうまく使って、未知の薬の効果を一網打尽にコンピューター上で予測しようというのがここでの狙いであります。例えばお薬1は病気1に対して開発されたものだけでも病気2に対して効くんじゃないか、こういうものを一網打尽に予測しよう、そしてセレンディピティから脱却しようというのがここでの狙いになります。こういうことが可能になってきたのも、最近いろんな疾患の対する研究が進んで、分子レベルでの理解が進んできたというのがあります。例えば病因遺伝子とか発現異常遺伝子とか疾患関連性とか環境因子の情報などが、いろいろ分かってきました。そういうのを異なる病気で比べてやると結構共通して特徴があることが、分かってきました。まだ薬の視点から眺めてやると、本土の薬というのはタンパク質を総合作用して疾患に対する効果を発揮します。ただ薬の分子というのはたった一つの治療標的のタンパクだけではなくて、それ以外のタンパク質にも総合作用し、そういったオフターゲットの効果によってさまざまな副作用を引き起こしてしまいます。ただそのある副作用というのは別の患者さんにとっては効能になるケースもあります。そこで本研究で開発する手法の目的としては、どの薬がどのタンパクに相互作用し、どの疾患に効くのかというネットワークを予測するような手法を開発しています。薬がたくさんある、タンパク質がたくさんある、疾患がたくさんある、これらを結ぶ未知のエッジを予測しようというふうに、情報科学的な問題として落とし込むことができます。まずは薬とタンパクの相互作用の関係性について見ていこうと思います。皆さんちょっと意外に思われるかもしれないんですけれども、すでに承認されている薬でも薬効に関与する標的分子が不明なものが結構あります。我々がサービスしたところ、約6割ぐらい分かっていません。そこでゲノムワイドに薬とタンパク質の相互作用を予測するような手法を開発しています。まずは薬の化学構造をタンパクに結びつけるケモゲノミクスの手法について説明したいと思います。ここでの基本的な方針としては、化学構造が似ている薬は同じようなタンパク質に相互作用するだろうというふうに考えて予測を進めていくやり方になります。ここで薬の類似性をこのような2次元のグラフ構造の類似性で評価しています。タンパク質の類似性は配列とかドメインの類似性で評価しています。詳細に関してはテクニカルな話なので、ここでは飛ばしたいと思います。時間の関係で人体のフェノタイプの情報を使った方法の説明は飛ばします。次に薬物応答の遺伝子発現情報をタンパクに結びつけるトランスクリプトミックス法について説明したいと思います。ここでの基本的な方針としては、薬物応答の遺伝子発現パターンが似ている薬は同じようなタンパク質に相互作用するだろうというふうに考えて予測を進めるやり方になります。ここでは人のいろんな細胞に対して薬をかけた時に、コントロールの状態から遺伝子発現がどのように変化したかというふうな遺伝子発現プロファイルを構築してやりました。ここでは人の77細胞、に対して、1万6000種類ぐらいの化合物をかけた時の遺伝子発現プロファイルの解析を行いました。でこれの相関係数みたいなものを計算してやることで、薬と薬の電子発現類似性というものを計算して、先ほどの予測モデルに、入力データとして入れて予測するということになります。実際、ベンチマークデータで専用評価を行ってやりました。ここで化学構造の多様性を考慮して専用評価を行っています。縦軸が予測精度の AUC を表していて、横軸というのがベンチマークデータの化学構造の多様性を表しています。0.9 とか 0.8 とか高い値であれば類似構造の薬が多いデータということを意味します。0.4 とか 0.5 とか低い値であれば多様な構造の薬だけのデータ、予測が難しいデータということを意味します。これを見ていると、赤色で示している化学構造に基づくケノミヘモダイナミクスの手法は、類似構造が多いときは非常にうまくいくんですけれども、多様な構造のデータになるとあまりうまくいかない、ランダムに近い予測になってしまいます。ただ遺伝子組成情報を使ったこの黒い丸で示している部分はある程度の精度がキープできていることが分かります。つまり2つのデータはお互いに補完する関係になるというふうに言えます。また遺伝子発現情報を使った方法は化学構造に依存しないということが言えるかと思います。またこの手法のもう一つの副産物として、実際に薬に応答してどういうふうな遺伝子が動いているのかというのが分かりますので、そこから薬がどのような活性に作用しているのかというのを推定することが可能になります。実際に薬物の応答の遺伝子発現のプロファイルがこういうふうに得られたときに、発現が上昇している遺伝子、発現が下がっている遺伝子というのを活性にマッピングしてやりました。ここでは結局の活性データベースのマップを使っています。これによってどういうふうな活性が活性化しているのか、どういうふうな活性が不活性化しているのかというのを同定してやりました。実際に同定した活性と薬効分類の関係を調べてみました。ここに横軸に並んでいるのが活性の名前を表していて、例えばインスリンシグナリング活性とか細胞周期の活性とかがここに並んでいることになります。縦軸のこの ABCD というのは ATC コードと呼ばれる薬効分類のクラスがあるんですけれども、そのラベルになります。でこの赤い色の濃さとか緑の濃さというのはそのカテゴリーに属する薬の相対頻度を表します。例えばこの L というのは抗がん剤のクラスを表すんですけれども、これらの薬は例えばがんの抑制に寄与するような T53 のシグナリング活性を活性化するようなものが多く、また細胞のがん細胞の増殖に寄与するような細胞周期の活性は抑える傾向があることが分かります。これは我々のがんの知見と一致するわけです。次に遺伝子発現情報を用いた予測の例ですけれども、例えばフェノチアジンという抗精神病薬、駆虫薬としても使われる薬がありますが、これがアンドロジェン受容体のAR に対する相互作用が予測されたので、前立腺がんにも効くんじゃないかというふうに考えられるケースになります。実際に学習データに入っている化合物の中で遺伝子発現パターンが一番似ていたものがこの化合物だったんですけれども、これは前立腺がんの薬でした。エンザルタミドという薬でした。このエンザルタミドという薬はAR の発現が更新している前立腺がん細胞でアプトーシスを誘導することが知られています。実際我々の活性解析でもアプトーシスの活性を検出できたので、同じようなメカニズムで前立腺がんに効く可能性があるんじゃないかというふうに考えることができます。実際に予測された AR の阻害作用を実験で確認すると、IC50 が 3.6 マイクロモーラーぐらいのレベルでその阻害作用を確認することができました。まとめになりますが、機械学習によるデータ駆動型アプローチで、薬品法化合物の潜在的な標的タンパク質や適応可能疾患の予測が可能であるということを示しました。ここで承認薬だけの結果を示したんですけれども、いろんな化合物に対しても適応することが可能です。